こんにちは。ここは夢のテーマパークジョナゴールド園です。さあ、それでは皆さんと一緒にここにある遊具の方を紹介していこうと思います。お、なんだあそこに、なんだかおしゃれな人がいますよ。なぜか遠くを見つめているこの彼女の格好に注目してみたいと思いますが、まずこの爽やかな印象を与えてくれる全体のファッションですね。なんだか美大生にいそうな芸術的なファッションセンスになっております。あの、男の子でも着られるようなね、そういったメンズライクのお洋服となっておりますので、ぜひ皆さんも着てみてください。それでは次に行きましょう。あ、こちらはなんだか登ってますよ。ちょっとこっちから見てみましょう。おーっと、何を見つめているんでしょうか。この方は必死に網を登っております。顔がすごいですね。なんといってもこの方のファッションで注目したいポイント、それはこの開脚ができるほどのストレッチが効いたズボンとなっております。この方身をもって証明してくれておりますね。そして中の方はですね、あ、こちらキャンプセブンのお洋服となっております。ここにもポッケがありますし、ここはフロントチャックになっておりまして、すごく着やすい素材ですね。春にいい素材となっております。そしてこちらの白い上着、こちらもですね、爽やかなお色味となっておりまして、デニムが柔らかくてとても羽織りやすい素材だと思います。それでは続いていきましょう。おっとだいぶ頑張ってもらっていますけども、まずこちらのストレッチが効いたこのパンツ、デニムとなっております。こちらもライトアンドすごくいい商品だと思います。すごいですねこれ、ほらすごい動きます。この足いいですね。そしてこの黄色の上着、この上着もですね、ここ裾がちょっとクシュッとなっておりまして、ちょっと見えにくいので起こしてもらってもいいですかはい、こちらですね。あ、すごくいい、いい素材となっております。そして中もキャンプセブンのロンティーですね。フロントにすごくおしゃれなプリントがされてます。なんといってもね、この体勢を取れるっていうのがこのファッションのポイントとなっております。さて皆さん、いかがでしょうか。ということで、ではこの方と一緒に最後を撮りたいと思います。最後はですね、私のファッションです。まずは白いパンツ。これは白いパンツっていうのはですね、なかなか履くことがね、ない方もいらっしゃるかと思うんですけども、頑張ってもらって、春にすごく爽やかな印象を与えてくれる白のおズボンとなっております。そして中もですね、グレーのニット、そしてベージュピンクのこの上着、ちょっとね、春らしい色を入れてみようかなとか、ちょっとデートに行こうかななんていう時に、このピンクの上着もいいと思います。ぜひ皆さん、この黄色の上着もいいですけども、こちらのピンク、ぜひいかがでしょうか。ということで、ぜひいいなっていうファッションがあった方は、ぜひライトアンのお店舗に行ってみてください。以上、ジョナガールドでした。遊ぶ遊びます、うん、でも外中は雨だから遊ぶかどっちだろう、中でね、外雨だからね、うん、中でできることで遊びます遊ぶか、はい、キャット&チョコレート、あー、あれね、知ってるんですか、絶対知らないじゃあ、キャット&チョコレートやっていきます。はい、難しいよ、難しいね、行くよ、これ1枚しか使えないんですよ、サボってるところ見つかりそう、はい、はい、マッチ棒で火を大きくしてタバコ吸ってるんじゃなくて火事が起こったと思わせるせーの、いいね、半分より大きければいいのよ。で、これが自分の体になって、これが捨て札になるってこと、で、これを1枚もらう、いきます、せーの、ドン、子犬が車にはねられそう、助けたい、ワン、ツー、スリー、あの着物を着て子犬をこっちの人にあの目を向けさせるせーのいくよ、はい、せーの、静かにしなきゃいけない時にお腹が鳴りまくり、はいはいはい、お、ちょっと今からじゃん、お腹が鳴りまくり、
だからあの口紅みたいなチョコレート持ち歩いて食べる。おーせーの、おいいじゃん。はい、靴下に穴が、おぉ、靴下もないね。ワン、ツー、はい、ちょっと待って何だったんだ。靴下に穴が、まず穴が開いた原因を望遠鏡で近くで見て、ね、あの仏像にお供えに行く。せーの、ねえ、むずいもん。だっていやだって難しい、だってむずいね。難しい。せーの、買った商品が壊れてる、レシートがなくて返品できない、出すしかないんだよね。とりあえずイライラする気持ちをチョコレート食べて落ち着かせます。そして1億円をこの店に支払うから、どうにか返品を交換してくれないかって言ったら、それはできないから景品としてごめんなさいドライヤーあげますって言った。せーの、すごい、しゃー、いい手札だったね。なんその私の実はぼったくりだ。おうん、おかんにまず、おかんを盗んじゃいました。わー助けてーと思ったけど、この買ったものでラメを作ってありました。ちゃんちゃん。せーの、おかんが盗んだって、おかん原因になっちゃう。そうだよ、おかんが盗んだったの。まあ、せーの、にょん、両親が喧嘩、仲直りさせたい。はい、もう金で解決。早い早いです。せーの、イエーイ。でも時計が止まってしまっていた。このままでは遅刻だ。おお、どうする、大変だよ。はい、カツラをかぶって転校生のふりをして行く。その人はもう欠席にする。せーの、ねえ、なんで私だからありだもん。欠席にしたらさ、行く意味ないじゃん。アイドルに恋をした、仕事も勉強も手につかない。なんと自分が好きなアイドルはバイオリンを習っていたので、アイドルその好きな人と同じことなら頑張れるんじゃないかってことで、一回仕事も勉強もほっといてバイオリンに専念した。せーの、よし、中心が現れた。自分はちょっとまだ宇宙人には遠いから、一旦その薬を飲んで宇宙人の気持ちになって、それでもやっぱり人間の姿だから、ゆるキュラの着ぐるみを着て宇宙人とお話をする。おー、せーの、えーいっしょー。あ、終わった、終わった。はい、わ、そう、あ、やったー、完全に勝ちやない。0 2 でも面白い、面白い、勉強になるこれ。これさ、いいねの方じゃなくてさ、なんか違うお題で決めてやってみない？それは泣ける、あーあー、え、それは悲しいでも感動でも泣ける、涙が出る、泣ける感動ストーリーね。ピエーンってやろうじゃったら。せーの、ピエーン。じゃあ発案者からいこう。いやあ、うん、聞いてみたいね、うん、せーの、ぼったくりだ。だってそれだけでピエーンだよ。はい、ぼったくり、実はその食べたのはチョコレートだったんですよ。なのにこの金額。で、男だからかなと思って、あのこのカツラをかぶって女の子にちょっとなんか胸元とかやってみたんだけど、やっぱりぼったくられた。あーせーの、ピエーン。え、これピエーン難しくない？ピエーン難しい。だってもともとピエーンじゃんね。せーの、はい、子犬が車に跳ねられそう。犬に跳ねられそう。その時にちょうど、うん、着物を着た方が、うん、その跳ねられそうな子犬を見つけました。その時に急いで走って、このここにシュッて入れてどうにかして助かった。せーの、感動じゃん。なんでね、なんでもうちょい感動してくれたって。なんで結構私の中で、せーの、
バスが乗っ取られた、うん、乗っ取られたところでこのバスの運転手がなんかわかんないけどこのガチャガチャっていうギアのところにけん玉を常備してたからけん玉のこの、剣のところで包丁に歯向かったんだけどどうしても負けてしまう。こっちは木だからね。で次に後ろの席に乗ってた子供が粘土を持ってっちゃう。これでやっつけてくださいって渡してくれた粘土があったんだけど粘土もボロボロにやられてしまって子供も泣き出した。ああ悲しい、どうしようっていうのが翌日のニュースのこの新聞に載ってたんだけどその勇姿ある子供を称える内容となっていた。あーせーの、すごい上手、うまいわ。せーの、薄着せ外に出てしまった。それでメガネをかけてみたんだけどやっぱり薄着には変わりないから寒かった。せーの、ピエン。あ、確かにこれピエンだね。悲しいね、それなんでメガネにしちゃったの。なんでメガネ。9、えーとすごい、すごい、でかっ。神経衰弱とかやりたい。やばい。なんでこんなでかいの。いくよ、はい、よーい、ドン。Light on time! Yeah!
なんだ？なんだここ？なんだこれは？何？え、待って見て！肉のかま取り！うわおいしい。うまいわ。ワイン飲んだことないからわかんない。どうしよう、言葉にならない。大丈夫？